はい、皆さんお待たせしました。改めましてこんばんは、トリチです。ご視聴いただきありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。はい、今日は前半は無料配信、どなたでもご視聴いただける配信で、後半はメンバーシップ配信やっていきたいと思います。本日のゲストは初登場です。岩崎優斗選手がゲストとなります。ちょっと今皆さんにはまだ見えてないと思うんですけど、僕が見える画面では彼かなりおちゃらけて声は入ってますので、岩崎選手、もう早速ですが登場していただきましょうかね。はい、では岩崎選手です。どうぞ。どうもー、こんばんは、岩崎優斗です。岩崎選手、あ、ごめんなさい、噛んじゃいました。はい、はじめまして。はじめまして、いやいや、はじめまして今日はじめましてって設定じゃないですか。いやいや、でもなんかさ、さっき初登場って言っててめちゃくちゃ違和感ありました。おー、といえばそうっすよね。 LINE ライブで何回もやってたから、初登場っていう言葉がちょっとびっくりしました。そうなんです、ずっとオファーしてたのに、ずっとすいません、ちょっとすいませんってやめて、全然出てくれなかったからな。出たい出たいって言ってたじゃないですか、ちゃんと。いやー、さんって、あんな楽しそうなやったら俺も出させてくださいよってずっと言ってたのに、全然なんかオファーくれへんから全然出てくれなかったんですけど、今チャット欄ではゆうとくんって皆さんこんばんはこんばんはとたくさんコメントいただいてます。そうなんですよ、今何人かの方にコメントしてもらってるんですけど、いや、ないやねはい、ユートペン T シャツ着てます。で、違うんですよ。今回は、ちゃんと、しっかり MC として、しっかり、なんていうんですか、ラフな感じじゃなく、丁寧にやろうと思ってたんですけど、いや、しっかり、彼がリハーサルからもう、おふざけで、そのままの流れ来ちゃって、ちょっともうね、ゆるゆるモードになっちゃってますけど、まあでも俺らいつもゆるゆるなんで、いつも電話してるときとかその様子をね、しっかりと皆さんに感じてもらえたらそうですね、っていう形で、はい、今日は前半と後半分けてやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。早速メンバーシップへもたくさんの方が入会していただいてて、今もう7名かな、この配信で。ミミさん、 M さん、手塚優さん、今泉香織さん、彩香さん、徳重美咲さん、エディナ片江さんが後半に向けてメンバーシップ入っていただきました。ありがとうございます。また多分 LINE LINE では違ったね、ユーザーネームで入ってきてくれてると思うんで。そうですね、まあなのでもし LINE LIVE から来てる人は何々ですって言ってもらえれば、我々もあの方かってなるかもしれないので、よろしくお願いします、はい、お願いしますで、ちょっと待ってくださいね、メンバーシップの入会方法がちょっと分かりづらいっていうコメントがあったので、今、チャットに貼りますね。今、チャットにメンバーシップ登録の URL を貼り付けたので、
もしご入会ご検討いただける方は、後半戦に向けてそちらで手続きしていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで昨日もお疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。ありがとうございました。ナイス勝利です。いやー、よかったっすね。まあ僕自身も2試合ぶりでしたけど、古巣京都ということで、まあすごい楽しかったっすね。やっぱり古巣戦って今楽しかったっていう言葉を口にしましたけど、はい、なんか楽しいんですか、燃えるんですか、なんかいろんな感情あんのかなって思うんですけど、複雑な気持ちですけど、まあ、昨日も結構俺がサイドドリブルしてライン割ったりとか、まあ、コーナー取ったりとかした時に結構ブーイングが起きてて、なんかそういうのもなんか嬉しかったし、なんていうんやろまああのスタジアムで、京都のスタジアムでやるときはいつも楽しみに、まあ、スタジアムに向かいますけど、まあ、今回はなんかこう、まあ、2試合やっぱ試合に出れなくて、なんか久しぶりにやっぱ試合出て、まあ、そのちゃんとこう試合に出れるっていう嬉しさもありつつ、まあ、古巣の京都っていうのも相まってすごいなんか本当楽しかったです。ずっと試合中もにやけてました、ずっと。いや、あのにやけてたというか、すごいニコニコしてるなってのは、あ、何ですか、僕も映像越しに見せて思ってました。なんかブーイングがね、すごい嬉しかったです。ワンプレーワンプレー、あの終わると、そのかかってた選手結構個人で映像を抜かれるじゃないですか。あ、確かに確かに。その時に結構爆走した後なのに、すごいニコニコに踊ってるから、あ、楽しいんだろうなってのは思ってて、うん、今あのお話聞いて本当楽しかったんだなって、うん、まあそうですね。2試合本当ダゾーンで見ててもどかしかったし、なんかやっぱね、試合に出れる嬉しさっていうか、まあ、それすぐありましたね。じゃあ古巣戦は楽しいっていうことで、あのもう一個ちょっと気になったことがあって、はい、あの試合終了後集合写真撮ってたじゃないですか。はいはいはい。なんか見間違いじゃなければ、ちょっとこうセクシーポーズされてたかなって思ったんですけど。いやいや、ああ、こうやってやってるんですか。あれはどういった意図が。いや別にあれセクシー言うと出しちゃったわけじゃなくて、なんかちょっと俺の周り寂しいなと思って、まあ、ここにソウ君がいたんで、ソウ君、あの後ね、ソウ君の手をここに置いたんですよ。その前のシーンで、こういうちょっとセクシーな感じのユトペンが映されたと思うんですけど、いや、見てもらえればね。その後の写真上げてる人っているんですか。いや、チームの、あ、オフィシャルで。はい。にはなかったんで、ちょっともう一回見てみよう。大事なとこが取られてなかったっていう感じです。もう一回、もう一回見てみよう。いいっすよ、もう。そんな見たいですか、俺のセクシー。もう一回お願いします。じゃあもう一回。いや、無理です。やめてください。普通には対応できないんで、僕。自らちょける分にはいけるんですけど、振られるとちょっと緊張しちゃうんで。いや、散々配信前とか、こっちが読んでるとき、お茶作戦に何言ってんですか。引き出します。鍛えてください。いや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 、そんなエピソードだったんですね。てっきりセクシーポーズしてんのかなって思ってたんだけど、はい、まあありえなくはないですもんね。ちょっと次のポーズが楽しみだな。ちょっと期待しててください。次の集合写真のポーズ、皆さん注目してみてください。みんな一緒にね、映ってもらえたら、そこで、後ろで。そうですね。一緒のポーズで。一緒のポーズで。さっきの。さっきので。さっきので。俺は最新を更新していくんで、
皆さんはその1個前のポーズで我慢してもらってそこは合わさんねいやいや、ダメです。自分が一番最新じゃないとやったらいけないんで。なるほど、なるほど。じゃあ、はいはい、あくまで、あの、ファンサポーターの皆さんは、一つ前のポーズをしてくださいと。そうそうそう。俺が流行を作るんで、その流行を作ってもらえたらと。波よ。大変ですね、ファンサポーターの皆さんも。すいません。いやいやいや、そんなこんなで、今ですね、3名またメンバーシップ入っていただきました。カオリーさん、トリッチャンネルメンバーへようこそ。ようこそ。カンさんもトリッチャンネルメンバーようこそ。ようこそ。デイジさん、ようこそ。ようこそ。それ好きだよね。その後からなんかかぶせるの好きだよね。いいっすね。今日の配信、初スパチャ来ました。何ですか？山栗さん。お、山栗さん。セクシークレイってスパチャ送っていただきました。クレイクレイセクシークレイじゃあお願いします。じゃあお願いします。セクシーじゃないです、それ。あの山栗さん黄色の1600スパチャなんでちょっとお願いしてもいいですか？どうすか？セクシーでした。ありがとうございました。いや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 強引っすね。パワープレイっすね今の。え、質問コーナーって感じですか？質問コーナー行きます？いや、全然なんでも。昨日、配信するってなって告知したときに、質問募集させていただいたんですよ。はい。もうすっごいたくさん質問送っていただいて。マジっすか？もう答えられないです。100%。こんな全部。岩崎優斗の500の質問ぐらいになっちゃいます。え、行っちゃいます？いや、500はちょっと盛りましたね。たくさんもらったので、ちょっと質問コーナーやりますか。やりますか。やっていきますか。あ、上田由美さん。ゆうとくんの笑顔が久々に見られてよかったです。ナイスパン、いただきました。いやー、もうね、確かに。ちょっと今年はね、笑顔が少なかった気がするんで、まあなんか、いろいろね、経験しましたし、なんか今回のその2試合、まあ、出れなかったっていうのが自分の中で結構大きかったかもしれないですね。まあ、やっぱ見えてなかったものも見えたし、まあその客観的にやっぱ、チームの子供見て、まあ、リハビリとかしながら、すごい取り組めたんで、なんか、一ついいきっかけだったかなと思います。やっぱね、笑顔が似合う選手ですからね。まあですか。はい。じゃあもう、たくさん笑えるように、頑張ります。はい、ということで、質問コーナー行きたいと思います。皆さん、あのたくさん質問ありがとうございました。ちょっと僕がランダムにあの全部を質問することは難しそうなので読み上げていきたいと思うので、じゃんじゃん答えてくださいね。テンポよく行きましょう。あ、今岩崎選手ユニフォームのアイコンの、ごめんなさい、これなんて読むんだ、宮園さんかな、トリチャンネルメンバーへようこそ。いや、うというので、ということで、はい、やっていきますね。はい。あ、じゃあ一番上にあったのいきますね。
柿田選手とは連絡を取っていますか？いやーもうさっきも、今日も2回ぐらい電話来て、なんか、ナイスショーリーみたいなの来て、で、柿も昨日天気めってたんで、ナイスゴールみたいな感じで、なんかね、あの、お互い暇やったら電話かけるみたいな感じかな。あとは、深夜と、あと、カジヤ。4人で同じゲーム、携帯ゲームしてて、夜とかは結構その、暇な時間多いんで、電話つなぎながらゲームして、近況報告、まあ、毎日、ほぼ毎日してるんで、近況報告って感じでもないけど、暇つぶしで電話してます。ちなみにそのゲームは何やってるんですか？シロットドラゴンです。シロットドラゴン。シロドラ？なんかキャラ育てて相手の城攻めるんですけど、結構ね、神ゲーっすよ、あれは。神ゲー？神ゲーっすよ。あんま神ゲーっていうことないよね。いや、ゲーム俺しないんですよ、ほんまは。でも去年、カキに勧められて、まあ、アプリ入れてやってたらすごいハマって。なんか、まあ、そのキャラのやっぱ特徴、それぞれ特徴があるんですけど、まあ、そういう特徴をやっぱいかにこの使い手がこう使いこなせるかっていう、まあ、そのキャラの出すタイミングとか、まあ、距離感、相手との、まあ、サッカーと一緒ですよね。なんだ、サッカーで食い組みにちょっと話したけど。うん、マジで楽しいんで皆さんやってみてください。で、ひょっとしたらあのネット上でチーム岩崎と対戦するかもしれないってことで。そうですね。あの、みんなね、名前が一緒なんで、俺ら。宇宙人の子、俺やったらユトとか、宇宙人の子カキとか、宇宙人の子シンとかってやってるんで、見つけたらぜひ、ボコボコにしてやってください。じゃあ、ゲーム上で対戦するかもしれないということで、次行きます。はい、質問じゃないんですけど、おやすみ、明日も頑張ろうねって言ってください。え？これ、あれ？あの、ささやき会のやつ？延長？これ。まずいっすよ、それは。じゃあ、パス。じゃあ、メンバーシップに持ち越しってことで。ちょっとまだ見せれないっすね。じゃあ、まだちょっとエンジン温めてるとこっていうところで。はい、じゃあ次行きますね。最近よく聞く K-POP。 あー、最近はね、もう、まあ、これっていうグループはないんですけど、まあ、IVE とかルセラフィム、ニュージーンズ、なんか最近出てきた若い子たちにパワーをもらってます。はい、次行きますね。はい、あ、今翔さんがメンバーシップへ入っていただきました。ようこそ。ようこそ。ちょっとこっちが、なんか、大丈夫かな？ここ二人で笑ってないかな？ちょっとこっちもぎこちないから、トリチさんの方もちょっと伝わってるかもしれないですね。すいません。いや、大丈夫です。次行きます。はい。私は以前から変わらず岩崎くんを応援してます。岩崎くんは以前から変わらないことはありますか？おー、なんかちょっと面白い。変わらないこと？変わらないこと。いやー、なんすかね。まあ、結構常に変化してるんで、いろいろ。まあ、変わらないこと。難しいですね。家に絶対炭酸水があることじゃないですか。へえ。もう欠かしたことないですよ。炭酸水は絶対ある。それはいつからですか？いつからやろ。まあでもこう、あの、プロになってからですね。じゃあ変わらないことっていうのは、炭酸水を自宅に常に常備してると。はい。ありがとうございます。
あ、今、チャットの方でも、コメントであったりメッセージ送っていただけたら、そちらもちょっとトリッチセレクトで読ませていただく可能性もあるので、皆さんぜひぜひチャットで盛り上げていただけたらと思います。上田由美さんが、今シーズン対戦してみたいチーム選手はいますかと、スパチャと一緒に送っていただきました。ありがとうございます。そうですね、いやでも松田陸選手かな。セレッソの今年アウェーで、まあ、セレッソとやりましたけど、その時は右サイドやってたんで、ちょっとサイドが合わずまあ去年対戦してこう一番やりにくかった印象があるんで、まあ後期マッチアップできれば嬉しいです。ぜひ注目してみてください。はいその返事さっきのようこそになってるゆうさん、ハートのスタンプたくさんスパチャと一緒に送ってきました。どうもありがとうございます次いきますね。そうですね、太ももを鍛えて良かったことと良くなかったことを、はい、マジで教えてほしい。マジで教えてほしいですか。マジで教えてほしいって。いやでもね、太もも鍛えてもうダメなこと、良くなかったこと、良かったことと良くなかったこと。良くなかったことはもうね、やっぱパンツっすね。ズボン、もう自分に合うパンツがね、全然やっぱデニムとかはもう履けないですね。もう筋肉なんかモリってなっちゃうんで、せっかくいい感じのこうストレートパンツでもなんかモリってなってるんでなんかちょっと違う、あんま聞かないなんか擬音ですねなんかちょっとあれちょっとちゃうなっていう、なんかずんどりまくりになっちゃうんですよね結構。いやそれが良くなかったこと、良かったことは、良かったこと、試合中結構スパッツとかももうピティピティなんで、結構追ってるじゃないですか、ハーフパンティ。擬音がさっきから一癖あるんだよな。ハーフパンティ結構折り込んでるじゃないですか。はいはい。それがやっぱこう、太ももが太い分、こう、ピティッとしてくれるんで、結構すごい、なんていうかな。細かったらちょっとこう、やっぱずれてくるじゃないですか。はい。ずるって。はい。それがないかなっていう。わかりました。うっす。ニートさん。ニートさん。ユナって名前で LINE ライブ見てました。川崎戦見に行きますね。あと。川崎戦、5月の連戦、鬼連戦の時です。ニートさん、多分初スパチャス。マジですか。ありがとうございます。関東支部ってことかな。リトベン関東支部かな。そんな支部あるんですか。あ、ありますよ。佐賀支部。佐賀支部？関東？東京？関東。東京と関東は別ですか。東京で横浜はもうあれでしょ、都一が支部長みたいな。関東支部と横浜支部、東京支部あるんですか。あと琵琶湖支部もあるうちのおばあちゃんが支部長やってるね。じゃあ
各地域の支部募集中ってことで、はい、ぜひ我こそはという方はぜひぜひコメントに送ってください。お願いします。これなん、ごめんなさい、井上さん、あゆさんか、トリチャンネルメンバーようこそ。いいようこそ。次いきます。はい、最近嬉しかったこと。いやー、昨日の勝利かな、もうそれは。久しぶりになんかこう、感情、ね、ロスタイム長かったじゃないですか。で、交代して、そっから80分ぐらいで交代したんですけど、そっから結構長くて、なんかもう、ね、久しぶりにあの叫んだし、やっぱ勝った時のあの喜びっていうのは、すごい。ケンタさんもすごい笑顔やったし、めちゃくちゃみんな喜んでたんで、はい、昨日の勝利が嬉しかったです。先ほどの支部の話、ゆとべんすごい探してですか、関東支部です。ゆとべんゆとべん関東支部頼みました。ゆとべん探し部会長より探し部主任です。いや、主任もあんのかい。会長 M さんでしょ。多分 M さんですよ、会長。関東支部、あ、ニートさん、関東支部会長になりたいってどうですか。あ、ぜひぜひ。軽あ、長崎関東。え、どうぞどうぞ。関東でまとめちゃうともったいないんでね、都道府県でやっぱやってもらった。あ、じゃあ関東はあのこう砕いていくと。はい、じゃあニートさんはあの、まあこれでも絞っちゃったらあれだけどね、ちょっとあのプライバシーの問題もあるんで。ああ、確かに。あのご無理なさらず関東支部会長ということで。すごいよ、長崎支部。長崎支部あるんですか。でも関東支部ですって人いっぱいいるから、関東支部も行きで関東支部いっぱいいるんで、関東支部行きで。もうすごい、佐賀支部部長とか、熊本支部、美しが丘支部。ああ、美しが丘支部ね、 すごいな。支部、福岡支部。次の質問いきます。ちょうどトムとジェリーさん、はい、5月3日のマリノス戦、規制に合わせていきます。ブランケット掲げたら目立つかな、2個。スパチャーと一緒に送っていただきました。トムとジェリーさんです。いや、もうね、ブランケットすぐ分かるんで、絶対気づきます。マリノス戦楽しいですね。まあ、トリチさんのフルスでもあるんで、しっかりと。そうですね。あの、はい、一応、僕のこと知らない人もいるかと思うんですけど、マリノスで事業スタッフやってました。ピンマンスタジアムにすんごい人入れちゃうからさ。いやいやいや、ちょっとどんなリアクションしていいかわかんないです。そうですね、まあまあ負けないですよ。まあ今はあのサッカー界が、ね、少しでも盛り上がったらなって思ってやってます。お願いします。いや、こちらこそお願いします。みんこさん、トリッチャンネルメンバーへようこそ。ようこそ。すごい、のりさんも今。いやいやいや、ちょっと危ないからねこれ。ちょっと角度間違えた、これ。ようこそ。もう画面越しから動きがうるさいんだよな、もう。気にやっていくあるんで。今のりさん呼びましたっけ。のりさんもチャンネルメンバー入っていただきました。はいはいはい。冒頭にご説明したんですけど、この後後半戦はメンバーシップ配信となるので、もし、ご検討いただける方は、固定で
加入の入会 URL 貼ってますので、そこからご検討いただけたらと思います。よろしくお願いします。しす。じゃああと1個か2個質問いって前半終わりますか。そうですね。仲のいいパク選手の尊敬するところを教えてください。うわー、これでも言っていいんかわかんないですけど、多分あの人すごいトレーニングしてるんですよ。まあ、週 2,3 で多分ジム行ったりとかいろいろやってる方なんで、そこはすごい尊敬しますし、まあ一緒にトレーニングもしたことあるんですけど、なんかこうやっぱトレーナーが言ってることの飲み込みが早い、理解が早いんで、頭の回転やっぱ早いなって思います。あと昨日なんか新幹線今年ずっと隣なんですけど、俺の肩で寝てました。かわいい。かわいい。その間どうしてたんですか、岩崎選手は。よしよし。写真あるんで後で送ります。え？あるんですか。おります。それじゃあメンバーシップ公開しましょう。マジですか。ハギさんがいいっていうかわかんないですけどね。まあでも顔映ってないんで、顔は。じゃあ、どっかのタイミングで。はい。いやもうね、支部のコメントがすごいんですよ。あ、まだ、まだまだ続いてるんですよ。二日市支部で会ってますよね。あ、二日市。江戸川支部です。北陸支部空いて、北陸支部空いてますかだって。いや埋まってるとかないと思うんですけど。面白いな本当。いや、やっぱいいですね、ライブ配信楽しいです。いや、もう今日ずっとできますね、ライブ配信。じゃあ、24時間耐久配信で。お願いします。オフなんで。とか言って前半もう終わらせようとしてるっていう。みゆみゆさん、トリッチャンネルメンバーへようこそ。ライブ配信で多分、日本一運動量激しいですよ。マジですか。まあ、肩甲骨動く。誰にも負けないと思ってる。いや、そういう問題じゃない。違う。すいません。はい、次いきます。じゃあですね、プロサッカー選手になろうと思ったきっかけは？きっかけ。いや、でもね、プロサッカー選手には、なんかあんまり、こう、そこに対する目標って感じじゃなかったっすね。なんか、南アフリカって何年でしたっけ ?2014 年かな。小6の時にそのワールドカップがあって、それ見てなんか、うわ、かっこいいなと思って、代表になりたいなと思って、ずっと頑張ってきた。もちろん、昨年、日本代表も選出されましたけど。いや、もう、たまたまというか、ね、森保さんにおっしゃって。いやいやいや、でも、そんなたまたまで入れるものじゃないし、いや、やっぱね、なんですか、こう、まあ、僕もそうですし、視聴者の皆さん、ファンサポーターの皆さんもね、そこはずっと、こう、なんていうんですか、プレッシャーに感じるとかそういうのじゃなくて、やっぱ勝手に期待はしちゃってるものなんで、はい、ぜひぜひ次のワールドカップね、はい、各支部ね、いろんな支部で応援して、いやーいいっすね。そしたらちょっと支部企画やりましょう。支部企画、次のワールドカップで活躍してもらって、はい、
ぜひ。みんな、関東支部ってあのゲーフラ作って。ああ、いいっすね。岩崎言うと、何々支部って。なんだ、あの支部って。やたら全国各地の支部あるぞ。あいつ何者だ。いや、実現します。いや、本当にね、あの今ちょっと冗談も交えながらでしたけど、もうここにいる皆さんも期待してると思うんで、勝手に期待して応援させていただきます。はい、じゃあ、ラストの質問いきますね。お願いします。そしたら、じゃあ最後チャットからいきましょうか。いきますか。じゃあ今からチャットでコメント募集して、最後の前半戦ラストの質問いきたいと思います。皆さんどしどしお待ちしております。ちょっとラグがあるので岩崎選手のフリータイムで。え、でもラスト1個よりどしどしっていいんですか？確かに。じゃあその通り、その通り過ぎたんで、じゃあ、あのポンポンポンってあのポンポンポンって答える形で、じゃあ3個ぐらいいきますか。ああ、オッケーオッケー。あの深くいかないパターンで。そうっす。最近仲のいいトスのメンバー誰ですか？アイム、アキリアとアイム、シンヤ、ヨイチ、ワタル。はい。夕飯は何を食べましたか？今日は今日は、え、今日何でしたっけ？ローストビーフ。あ、ローストビーフ。ローストビーフか、あれは。あれはローストビーフじゃない疑惑のローストビーフ。ローストビーフです。すいません、あの、なんか僕たち2人でふざけてるように見えるんですけど、たまたま配信の直前に晩ご飯の話して、ちょっと一悶着あって、はい、思い出して笑いをしてしまいました。じゃあラスト。参考にしている選手はいますか？いやー、どうやろう。これっていう選手はいないかもしれないですね。まあ、去年からですけど、諏訪部さんと一緒にすごい映像見たりとか、すごい試合、試合、試合、ミーティングで自分の課題と、まあ、良かったところとやってくれるんで、まあ、それと、その海外サッカーの、まあ、似たようなシーンと勉強しながらって感じでやってます。じゃあラスト、ごめんなさい、ラストいきますね。最近ユニ交換誰としました？今年はしてないですね。じゃあ最後があの小林雄選手。あ、そうです、去年の小林雄選手最後。うわっ、ゾクッとした。今そこにあります、小林雄選手のユニフォーム。え、ゾクッと、ゾクッとします。ゾクゾクしますね。小林さんっていう名前を聞くだけでゾクゾクします。はいはい。ということで、まあでも今年は、まあ、福岡に小田樹選手も移籍してきましたし、まあ仙道選手、小山選手、柿田選手、まあ、いっぱい交換しなきゃいけない選手がいるので。え、小田選手はどこ、何につながりでしたっけ？千葉の時に仲良くて、半年で僕が鳥栖来たんで、で、いつきも今年鹿島いて、キャンプ終わりぐらいに福岡に移籍して。はい、結構なんかすごいタイミングですよね。そうですね、試合も出てるんで、マッチアップする可能性もあると思うので、まあ、バッチバチやってユニフォーム交換できれば、
いいかなと思います。ぜひその対決も見どころですね。はい、はい、ということで前半質問コーナー終了です。ちょっと予定よりも前半の時間がもう過ぎちゃってるので、ぼちぼち前半終えて後半メンバーシップ配信いこうと思います。まゆみくもんさん、鳥チャンネルメンバーへようこそ。種類が豊富なんだよな、グーのポーズだけでも。レイノリさん、メンバーへようこそ。さっきそれ見た気がするんだよな。いやでもこの振動の数が違うんで。ああ、なるほどなるほど。今のは何回？今の150回ぐらいします。いや、喧嘩だった。あれには負けないんで。お願いします。はい、ということで前半戦ぼちぼち終了したいと思います。はい、岩崎選手、前半戦最後に何か言い残したことだったりメッセージありますか？そうですね、まあまあこんだけふざけてますけど、もうね、とりあえずサッカーで今楽しくて仕方ないんで、皆さんにいいものを見せれるように、まあ、次はあまりませんなんで、しっかり準備して頑張ります。はい、ありがとうございます。じゃあこちらで前半戦の配信終了とさせていただきます。あの後半メンバーシップ配信になりますので、まあちょっと何ですか、あの普段なかなか見ることができない岩崎選手の素顔だったり、あんなことやこんなことが見えるかもしれないので、もし気になる方はぜひあの今画面上部に固定で入会 URL 貼ってありますので、そちらからご入会もご検討いただければと思います。いやいやいや、固まってるのかの無表情、急にやめてください。お願いします。じゃあお願いします。最後スクショして終わりましょうか。スクショタイムで。はい。いや見えてない見えてない。ゴーヤーボーイ、今日ズーいないんボーイですね、今日は。じゃあ僕はユートペンボーイ、ボーイで。ボーイ。3、2、1。はい、OK でーす。じゃあ、こちらで前半戦配信終了します。ありがとうございました。